ここならもうちょっと落ち着いて考えられると思ったけど、ダメだな。ずっと頭の中がぐるぐるしてる。みずきちゃん。あ、レン。大丈夫？なんだか元気ないみたいだけど。うん、大丈夫。ちょっと考え事してただけだよ。あら、そうなの？ルカ、ただ考え事をしていただけにしては、随分遠い目をしていた気がするけれど。あ、もしかして二人ともずっと見てたの？だったら声かけてくれてもよかったのに。ごめんね。ルカさんが、ちょっと見てましょうって。あら、レンテが、話しちゃうなんてひどいわ。ごめん。それで、みずきは何をそんなに考えていたのかしら。別に。前と変わらないよ。真冬を助けたいのに、その方法が全然思い浮かばなくて。本当にそれだけ？え？真冬のことだけじゃなくて、水木自身のことも考えていたんじゃない？なんで、そう思ったの？特に理由はないわ。直感よ。まあ、実際そうかもね。僕なんかが真冬を助けられるのかなって考えちゃってたし。どういうこと？僕さ、真冬の問題を全部解決するのは難しくても、せめて、逃げ場所になりたいって思ってたんだ。逃げ場所？うん。僕も昔、すっごく辛かった時があったんだけど、いつでも逃げられる、安心できる場所があったおかげで、ちょっとマシになったから。だから真冬にも、同じような場所になれればって。でも、そうやって昔の自分のこととか考えてたら、思っちゃったんだよね。そんなこと、本当に僕にできるのかなって。え？かなでは、真冬を救うために曲を作り続けるって、そういう覚悟ができる子でさ。エナは、友達のためならずっと待ち続けるって言えるんだ。なら、みずきは？僕は、どっちでもないんだ。僕ってほんと、逃げてばっかりでさ。自分の問題にも向き合えないし、ずっと一緒にいたい人たちにすら、大事なことは話せない。だから。そう。水木はすごく、臆病なのね。ルカさん、そんな風に言わなくても。まあ、そうだよね。本当に、臆病だよね。そうね。でも。そんなあなただからできることがあるんじゃない？え？水木は、自分には何もできないって言うけれど、向き合うことから逃げ続けてきた。
そんな水木だからこそできることがあると思うわ。そんなこと言われても何も。考え方を変えてみればいいもの。今麻酔は望むと望まざるとにかかわらず自分の問題と向き合うことになっているわ。それが辛く苦しいことだっていうのな。水木、あなたなら知っているはずよ。水木、あなたが壊れそうになったとき、あなたはどうしたの？どんな想像で心を守ったの？僕が壊れそうになったとき、あの時、僕はこのままじゃ僕自身が消えちゃいそうですごく苦しかった。学校にいてクラスメイトといたって誰にも理解してもらえなくて、いつも一人ぼっちで、だから学校から逃げ出した。でもお姉ちゃんも、お母さんもお父さんも、すごく心配してくれて、そのおかげで、守れた。逃げて、逃げて、逃げたから、僕は、僕の、心を守れた。それで、みんなと出会えたんだ。みんなと一緒に MV を作るうちに、自分の気持ちを、自分の感覚を伝えていいんだって感じて、僕は僕のままでいいのかなって思えた。すごく小さいけど光に出会えたんだ。逃げていいって。僕は逃げていいって伝えたいの。逃げろって。ここから逃げていいんだよって。逃げた先に居場所があることもあるって。ありがとう。あら、私はただ考え方を変えてみたらと言っただけよ。この答えが本当に真冬を助けられるかはわからない。でも